本当に全然無双したの20勝6敗とかじゃないかな。本当に球が合わなかったね。でメジャーリーガー全員からあんなメジャーの球じゃないで、まっすぐもう150キロとかは出なかったよね。140後半でチェンジアップがとにかく抜けるみんな、なんかもう本当にこうこういう感じで空振ってる、体前にいっちゃって、うん、本当に抜けてんだろうなっていう。だから、なんあんなにって思ったもんね。そんなにダメなのって思ったスローボールの時はさ、あれもなんかルーティーンでなんかあるんだ。遊園地のあれ、レンズが遊園地の時代さすがにあんな投げへんやん。試合で使うかもしれない。そんな変わりじゃない。この魚の中で相手が最悪や。間に体の動きを確認。知らないよ。行き場ない。ブルペンだから。そうだね、そうだね。ブルペンで行きます。ゆっくり動かして、体の動きが一個一個正確にやれてるかとか。なんかね、当たり前だろ。おい、どこどこ使っちゃうのか。伊賀明だけは本当に当たりが強い。そこがね、え、2勝とか3勝ぐらいしたの。2、3年でもいたよね。いや、防御率が上がってる。あれ2年ぐらいいなかった。何かやばいって。10登板ちょいぐらいしてなかった。あら。ずっと山本由伸君のこらえたろ。それはね、メジャーの、ね、記事が否定した。メジャーのアメリカの記事がもう日本から経理が、うわ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 、う